クンバカルナ、別名、ジャヌークンバカルナの北壁クンバカルナは、ジャヌーとも呼ばれ、ヒマラヤ山脈役東端にある世界で32番目に高い山で、世界で3番目に高い山の寒天順が3階の西側に続いている。クンバカルナはそれ実態が大きく急峻な山であり、数多くの挑戦的な登山ルートがある。この山は、 山陽が複雑で見上げると、恐ろしげな形をしているので、インドのジョジシ、ラーマーヤナに登場する、キシンクンバカルナにちなんで名付けられていて、正式名称はクンバカルナであるが、ジャルーという呼び名でもよく知られている。シナチベット語族のリンブー語では、肩のある山と呼ばれ、さらにキラティ民族にとっては、宗教上神聖な山である。クンバカルナボは、 カンチェンジュンが3階のクンバカルナ軍の最高峰であり、ネパールとインドの国境にまたがり、クンバカルナ自体は完全にネパール内にあり、長い尾根でその東の国境上にあるカンチェンジュンがと尾根でつながっている。クンバカルナは世界で32番目に高い山で、登山家の挑戦上では注目に値し、技術的な難しさ、複雑な構造、その垂直方向の起伏、 そして、頂上近くの特に急な登山の点などで、世界で最も難しい山の一つである。特に北壁は7000メートルを超える高度で、達成せねばならない、最も高度な技術を要する登山となってきた。クンバカルナ・ジャヌーは、1957年にギド・マニオンが最初に偵察し、1959年にジャン・フランコが率いるフランスのチームが、初めて登頂を試みた。 1962年に、フランスのアルピニスト、リオネル・テレーの率いるチームが登頂に成功し、頂上に到達したのは、ルネ・デ・メゾンイカ・シルッパを含む4名、続いて5名であった。彼らの登頂ルートは、山頂の南にある山谷氷河から始まり、王座として知られる大きな高地への遠回りのルートをたどり、南東の尾根を経由して山頂へ登った。巨大で急峻な北壁は、 1976年に小西正次の率いる日本チームが壁の左側から東の尾根に至るルートで初めて登頂に成功した。北壁の上部にある急なヘッドボールは避けた。スロベニアの登山家、トモチェセンは1989年に北壁のより直接的なルートで単独登頂に成功したと主張したが、この主張は登山コミュニティの多くは 疑わしいと考えている。2004年、前年の試みが失敗した後、アレクサンダー・オディンツォフが率いるロシアのチームは、ヘッドウォールを通る直接の北壁ルートを登るのに成功した。これには、ビッグウォール登山技術の援助が7500メートルを超える距離に持続的に必要であったが、大きな成果であったと言える。しかし、ロシアチームが壁に、 大量の装備を残したことを知って登山コミュニティの一部は動揺し、そのようなルートでの適切なモダンスタイルの登山は何かについての議論を引き起こた。こうした論争にもかかわらず、ロシアチームはこの登山成功でピオレドール賞を獲得した。ヒマラヤインデックスにはジャンヌ登頂22を活動がリストされていているが、そこにに記載されていないものもあるかもしれない。ありがとうございます。